Thank you.
します、レベッカ初心者でございます。ボーカル動かへんから、そう、ボーカルやそう、ボーカルが動けへんっていうのを分かってすごいこうね、あのコラスで入っていただいて方に盛り上げていただきました。1曲目からそうそうそう入れしておりますけど、はい歌ってへんのになんでっていうね、そういうところでちょっとまあ頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか、行きましょう。2曲目ラップファッション。Oh
身長で、皆さんにとってね、すごい同じね曲もたくさんね、いろんなバージョンで聴ける感じでいいのかなと思いながら、ちょっとね、すごい自信ない中頑張ってやっておりますが、はい、生温かい目で見ていただければありがたいなと思っております、はい、じゃあ次いきますか、ですか、カウントで、はるちゃんと一緒にスタート、はい、打ち合わせです、はいはい、ランダムボールいきましょう。
見てますけれども私、それでも今間違えてうろたえて助けをここに求めてて、ずっとこっち見てたのはそういう意味です。多分お客さんの方は分かってるから、ずっと見てるけど全然こっち見てくれるから、めっちゃ助け求めてたのに、はい、まあ、頑張っていきたいなと。ちょっと飲み物を伸ばしてもらいます。はい、レベッカはねみんな好きなんですけど、歌わせていただくのね初めてでね、本当にねド緊張してまして、ね1ヶ月ぐらい前からね、痛い痛いって言いながらね頑張って練習してきました。今ずっと指先冷たいからどうしよう、冷たいからね、どうしよう。ありがとうございます。萌ちゃんもよかったよ。行きましょう。さあ次の曲バジリティ。
残り2曲となりました。もうごめんなさい、ほんますいませんもういろいろ緊張でもう言えないことになってます。もうなんか、はい、ちゃんと喋られへんし口からからなるしね、はい、お水飲んでね。そうそうそう、ちょっと頑張ってやっていきましょうか。さあ後ろの通常がニヤニヤしてるけどもうやるよ。さあ次の曲いきましょうか。フリーメッシュフリー
早なってるような気もするので、何か告知等ございますか。あのね、先ほどとかでも言いますけど、鶴岡さん何かありますか。告知。あさって歯医者は行かないです。来年の9月にもまた第2回目やりますんで、はい、ここでやりますんで、また皆さんお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。特に大丈夫ですか。まあ、私からちょっと一つだけ、あの10月の30日に、野外でやるイベントでございます。ちょっとお祭りイベントということで、リンクの野外音楽堂というところで、まあ、バンドあり、ダンスあり、そしてあの周りには露店ありみたいなのをやりますので、まあ、あのちょっとね興味ある方とかまたお声掛けいただければなと。この、はるちゃん、あゆさん、私、上ちゃんはあのそこ出ますので、あの、まあ、関係者ということで、あのまたぜひともあの来ていただければなと。入場は無料でございます。あの露店の方はね、飲食するのはもうちゃんとお金払ってくださいね。そこはただじゃないんで、はい、食べ放題とか飲み放題とかではないので、そこはちょっとお金払っていただいて、はい、野外であの開放的に見れるので、ぜひ、まあ、とも、来ていただければなと、思います。ありがとうございます。そして、最後の曲となりましたが、後ろでちょっと打ち合わせをされております、はいはい、あ、いいですよ、はい、ね、頑張りました自分で自分を褒めたいと思います。ありがとうございます。皆さん、温かみが温かい。じゃあ最後の曲いきましょう。プライベートヒロイン。遊び上手なあなた。
して